おはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日も中野裕二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約ここでね。この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1章,章から第1条から第7条を。 えー、一ち一句ね読み通さずにお読みください僕が一箇所でも承諾できないところがありましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんのでここで動画を止めてください全て一語一句承諾できるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいね 令和元年6月18日火曜日暗号資産草子院中野研究会ということで千葉県松戸市はですね今日朝からすごく暑くてですね先ほど28度でしたね、ちょっとね車で外気温を測りました、28度も30度ぐらいですね、はいもうちょっと汗が、ね、出てエアコン24時間かけっぱなしって感じですね、暑くて暑くて。 ですで今日はですね朝から仮想通貨が爆上げしてますね、ビットコインもそうですけども、リップルも、ね、爆上げしてます、ねあのー、すごく、ね、景気がいいですね、中の研究会、界隈はですねすごく景気がよくて、まあ、僕もですね、えー、先週、えー、仮想通貨全部利確して、です日、ね、本に帰って、あのーえー、日本のね、 えー、銀行口座に、えー、出勤しましたできちんとね出勤できててですね、えー、ちゃんとね、あのー、日本円で、えー、なってますのでね本当に私も報告がおうてですね、えー、今年ももう終わ,り終わりでもいいかなと <laughs> 今年も <laughs> 今年来年は働かなくてもいいかなというような感じになりました皆様におかれましてもいかがお過ごしでしょうか で、まあ、本日のお題なんですが、まあ、朝一万なのでね、ドル円稼働通貨マーケット分析やりますよ、えー。昨日と同じですね。それでですね、まずは XM なんですがうーん、まあ昨日の朝、ちょっと窓を開けて落ちて上がったよと。で中根を、えー、10時半まで上がって、それ下がったんだけど、 夕方からまた上がり出したと。そして、えー、夜9時半のね、アメリカの指標発表がすっごい悪かったので、ストンと落ちたと。落ちたんだけど、えー、落ちきれずに上がって落ちたということで、まあ、どうでもいいレンジですね。レンジ相場なんで、こういう時やっちゃダメですからね。はい。あの、今までの損を取り戻そうと思って、えー、利益が出てもガチをする、ガチをするでしょう。ガチをすると落ちるから。 で、草をと思って土転するでしょ。そしたらまた上がるから。で、オクビンタやられちゃうからね。こういうね、レンジ相場の時は、あの、我慢ですね。忍耐強く。こう横横でしょ、これ。どっちつかずでしょ。で、まあ含み依存を抱えた時もね、まあ帰ってきたからといって、プラスになるわけじゃないから。はい。あの、だから、ずーっとショちょうどポジションでガチをしててもダメだし。 ロングポジションでガチをしてても帰ってこないということですので、なかなかね、やっぱ難しいんですよね。こういう。で冷やしてみると本当に横横ですから、まあ、ただ上下100ピプスぐらいあるけれども、上下100ピプスぐらいあるけれども、たった100ピプスしかないので、100ピプスの間のレンジ、しかもレンジはレンジでも変形レンジですからね、変形してますから、 ここら辺はやっぱ変形してるよね、ちょっとね。だから、あの、こういう時やっちゃダメですからね、どっちかわかんないし、レンジブレークする、どまあいつ、いつかはするんですけど上、上に上抜けるのか下抜けるのかわかんないので、こういう時は、あの、一切手つけちゃダメですね。鉄則ですね。まあ、こういう時にね、レンジ内、 取引っていうことでコツコツやるんだけども、いつかあの、いつかレンジはブレイクしますから、その時にドカンってやられますからね。だからコツコツドカンなんですよ。だからこれレンジ内でコツコツ取るっていうのは、そのコツコツドカンのコツコツですよ。だからドカンの時だけ取って、コツコツはやんない。まあ両方やってもいいんだけどね、コツコツ取ってドカンも取ると。 まあ、それがね、金曜にできればいいんですけどね。まあ、とにかくこれ、どっちかわかんないんでね、これやらないほうがいいですね、これね。やったって、はしたがねしか取れないしね、これね。はい、それで今日どっち行くのかということなんですが、ま、たトレーダーズウェブ FX さん、いつもありがとうございます。えー、これはね、108円54銭ですね。 108円55から57か。今ね。うん。あ、オプションニュ,ニューヨークカットがあるのか。どっちかっていうと上行く感じかな。いやいや、そんなことないね。うーん。まあ、これどっち行ってもいい感じなので、幅があるんですよね。それで、まあ、もう一個ですね。これ外為。 ガイタメ情報ナビ、ガイタメ .com さんのガイタメ情報ナビのドル円の売り板、買い板を見てみましょうと。えー、売りも暑いし、買いも暑いと。でも、どっちかというと、売りが旺盛ですね。だ上はいかないと。下は、これ、プラマイだと、やっぱり、下いくかなで。ここになる、108円40銭になると、それ以上いかないと。 で今は56だろ660はいくと6570はいかないとだから、えっと、40から70の間はフラフラする感じかな40から70108は40銭から70銭40銭から70銭のここら辺を ふらふらするかなと。まあ、いい。ふらふらする。<laughs> やんない方がいいね。やんない方がいい、今日は。うん。やんない方がいいなんかここ。ここら辺からね。40線から70線。ここら辺が40だろ。で、70がこの辺だろ。この辺をふらふらするだけなんですよ。で、この間はっていうとですね。 30pips、30 31.4pips しかないから、まあな、ここのね、70線ついたら、ショート入れてみてもいいしね。でも、まさかさまに行くかどうかわからないし、まあ、今日はやらない方がいいですね、FX はね。はい、やらない方がいいと思います。やらないという選択肢はすごく重要だよ。負けないから、やらなきゃ。勝たないけど負けないから。 負けないトレードってのは上位15%しかいないですからね。85%の人はポジション取ったら絶対負けますから。それ確率論で出るんですよね。はい。ニューヨークカット。ニューヨークカット。50,75。レンジオプションかなこれ。レンジ内オプションかなはいはい。それとですね。 指標はですね、今日は、今日の指標はですね、9時半ですね、アメリカ住宅着工件数の5月分ですね、まあ、大きくプラスになるかマイナスになるかで、まあ、先月もちょっと大きか大きく動きましたから、えー、どっちなんですかね、<laughs> 下がるかもしれないですね、今日。は。まあ、ただ星3つしかないのでね、今日も一日動きないかなって感じですね。 うーん、動きないんじゃないですかね、今日も。まあ、結局 FOMC の政策金利発表までは動きづらいですよね。うん、まあ、明日の夜、水曜日の夜は、うん、何にもないよね。で、木曜日の朝3時の政策金利発表がありますから、これがま、上限金利2.5%、下限金利2.25%。<laughs> 2.25でも折り込み済みなんで動かないと思いますが、ちょっと下がるかな ?2.25 だと。2.0とか、2.1とかないと思いますけど、ひょっとしたら2.20とかね、刻んできたら2.15とかね、刻んでくるかもしれないね。そしたらまあ、がっつりコンサートまと100ピップスくらい下がるんじゃないですかね。全然動いてないので、 この2週間、全然動いてませんから、そろそろ動かないと、まあ、イライラしてきてるよね、うん、今年に入って結構、一番動いてないんじゃないですか、今年、うん、あと、あの、皆さんご存知ですか、あと、こ、まあ、今年もですね、もう半分終わりですからね、6月も終わりですから、あと7、8、9、10、11、12、6ヶ月しかないですよ。 7, 8, 9, 10, 11, 1今年もあと半分しかありません。始まったなぁと思ったらもう半分しかないんですよね。おいおいおい、これでいてね、中野研究会って来年の年末に2 5000万本当になるのかよと。うん、これがなるから不思議なんですよね。はい、ということで、もう少しでね、クリスマスのジングルベルの鐘の音がですね、もうな、なり始めますから、<laughs> まだ早いけどね。だからそろそろね、えー <laughs> 今年1年分の利益は早く確保しとかないとうんもうちょっとダメかなと思いますよ。投資家としてはね。だから、まあ、ここ横横だからこれできないよね。で、上か下か IF、あの、罠貼っておけばどっちかかかりますから、上行っても下行っても利益出ますから、まあ、逆にチャンスだよね、この横横だったらね。超チャンスですね。まあ、誰がやっても利益取れると。 いうことでございます。FX はね。で、仮想通貨につきましては、えー、爆上げ、爆上げ進行中ですね。はい。うわわわわ、ビットコインは、えー、101万ですね。101万1115円ですね。 101万円到達です。さっき102万5000円いってますね。あ、すごいすごい。ビットコインすごいですね。これ1時間ですけど。突き抜けてますね。まあ、GMO コインがね、日本国内でテレビ CM 始めましたから、まあ、それでですね、口座解説できた人から順にですね、ビットコインなど買っているものと思われます。わぁ、すごいね、これ。うわーすごい。 これはすごい。まあ、110万。まあ、目先120万は超えるんでしょうね。まあ、だから、108万、次のコブがね、次のコブが108万なんですよ。しかも、1万、1万ドルか。108円108。うん。108円のコブを超えたら、次が、125万円、124万6千か。 125万ぐらいか。125万いっちゃうんでしょうね。まだ,まだまだビットコイン今から買っても遅くないと思いますね。200万いくでしょうね、これね。こ,この勢いは200万はいきますね。全然余裕ですね。でビットコイン ETF の承認されるので予測ですよ。だから800万、年内800万いくと。だから、まあ、今からビットコイン買っても全然遅くなくて、え、どうして100万円の時にビットコイン買えたのと。 ね、お,おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、教えてと。なんでおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんはビットコイン100万円の時に持ってるのと。なんでそんな安い時に買えたの教えて、教えて。ね、そういう風に言われる時がきますよ。200万円になっても安いんじゃないですか、全然ね。はい、あとは、眠。ああ、いいですね。眠も買い時ですし。 モナコイン上がっちゃったね。残念だね。まあ240円、まだまだでも買っても遅くないかな。モナコインでしょ。で、ビットコインキャッシュは上がっちゃってますけど、まあいいでしょ。47,305円。イーサリアムがすごいんだよね。29,790円。まあ、3万円は完全超えるということでございまして、まあすごくいいかなと。あとリップルがやばいんだよね。 えー、リップルが、金、リップルがですね。<laughs> えっと、事業提携したみたいでですね、リップルがすごい今日は朝から爆上げしてましてね、これ見て、バーンと垂直上げしましたね。これ1時間足ですけどね、4時間前に垂直上げしたと。で、まあ、1時は、 49円212と。今48円321ですけど、それでも高いよね。48円の、まあちょっと近日中に100円はいくでしょうね。近日中に、えー、リップル100円はいくんでしょうね。100円はいくんでしょうね。うん、いくんでしょうね。大丈夫だと思います。リップル100円。だからリップルかな買うとしたら。あ、それで、まあ仮想通貨投資、まあ初めての人はね、 コイ,ンコインマーケットキャップっていうところを見てください。でコインマーケットキャップを見ると、これだね、えー、ここにですねこ、まあ、コインマーケットキャップがすべてなんですよ、はい。仮想通貨投資はコインマーケットキャップから始まって、コインマーケットキャップで終わるんですけれども、ここにね仮想通貨ってて、ね、仮想通貨、は、まあ、世界の取引所に上場している仮想通貨が2238種類あるんですね、これね。 で、取引所っていうのは、世界の仮想通貨取引所は18,900もあるんですよ。ビットフライヤーとかね、コインチェックとかね。で、時価総額は31兆4,939億円なんですね。これまたすごい増えてるね、1日でね。1兆円増えてますよね。1兆2000億円ぐらい増えてる、1日でね。はい、ということでビットコイン、時価総額ランキングからこう表示されてますけど、まあ、ビットコインが一番人気あると。で、次、イーサリアム、リップル、ライトコイン。 ビットコインキャッシュ、EOS、バイナンスコイン、ビットコイン、サトシビジョ SV ね、テーザー、ステラ、カルダネイーとかね。でテーザーはね、あの値段があのド,ル、うん、ドルにね、えー、連動することになってるんで、テーザーを買っちゃダメですよ。逆に、えー、自分の資産をですね、温存したい場合には、テーザーを買う方がいいですね。世界のお金持ちっていうのは、 世界の億万長者いるでしょもう100億円とか1000億円持ってる人っていうのは、あの資産はね、<laughs> 上がんなくていいんですよ。資産もこれ以上増える必要ない。減らなきゃいいと思ってるから。増える必要はなくて減らなきゃいいと思ってるんで、このテザーにね、むちゃくちゃお金入れてるんですよ。これ3兆8400億円入ってますけれど、テザーでいいやって。テザーに入れとけば、あの、アメリカドルと連動してるのでね、 アメリカ人は特にテザーに、アメリカドルをテザーに変えとけばね、えー、まあ、いいわけですよね。まあ、ドルとね、連動してるからね。それで、アメリカドル持ってないでテザーが思ってるから、なんとなくその税金回避策としてね、まあ、使われてるわけですよね。はい。だからこの あのー、これ以上資産増えなくていいけど、まあ、減らなきゃいいやってね思ってる超世界の超億万長者はテザーにお金書いてるんですよね法定通貨をテザーに書いてます、まあ、体の枝も上がってきましたね10円15銭いや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 どれもこれも上がってますので、まあ、乗り遅れないようにした方がいいんじゃないですかもう少しもう少しって言ってる間にまあもう終わりと。 ビットコイン200万、300万、マジということになるんで、まあ、まだ100万円だったら安い方ですからね、買った方がいいと思いますよ。ビットコインサリアムプルリ、まあ、上からね、買った方がいいと思いますね、ずっとね。まあ、あとは草コイン戦略っていうのがあるんですけど、それは、ちょっと草コイン戦略はあの注意、注意してね、買わないといけないので、はい、メジャー草コイン戦略っていうものを取った方がいいと思いますね。 あとですね、えっ、ー、と、ノアコインについてですね、えー、また、あの、次の動画で、えー、ノアコインがね、8月31日に消滅するんだよね。まあ、ご存知だと思いますけどね。あので、BTCNEXT っていう、フィリピンの新しいですね、取引所がオープンしてですね、まあ、ノアコイン専用の取引所なんですけども、 でここがオープンされました。でここにですね、まあ、ノアコインいてくださいと。あとはなんかあの b t h n e x t 専用の、まあ、トークンとノアコインを買うと20%までのノアコイン報酬をゲットできると。という、ちょっとよくわかんないんですけど、BNX コインを購入、え20%まで新しいノアコインボーナスをもらえるということですね。 でここのね真ん中、ノアトークンスワップっていうところを押してください。そうするとえ、トークンスワップとはですね、えー、新しいあのコインに変わるんですよ、ノアコインっていうのがね。えー、なので、古いノアコインはもう消滅するのでね、えーまあ、ここに動画があってですね、あのまあ片言の日本語でですね、ここに書いてある、えー、文言をただ読んでるだけなんですよ、こうやってね。 で、まあ,あの、古い、古いっていうか、今の現行のノアコインを、えこの取引所を新規登録してね、新規口座開設してですね、こっちでね、新規登録、口座開設して、送金してくださいと、ノアコインをね、ここにね、<coughs> うん。でこの、このとこ選んで、ノアコイン選んでえ、アドレスを見てですね、ここに送金してくださいと。 えー、そうしないと、えー、ノアコインなくなっちゃいまた。で、ここに送金すれば、自然とですね、新しいノアコインに変換しておきますっていうんですねで、はい。で、8月31日までに、えー、ノアコインをこの新,新しい取引所に口座開設して送金してくれと。そうすると、9月5日には新しいノアコインが自動的にオレ俺って入っていますよということなんですね。特別な行動を取る必要はありませんと。 いうことなので、えー、とノアコインねあの、気をつけないと、今まで持ってたものが全部なくなってゼロになっちゃいます。それでですね、これはね、いわゆるですね通貨切り替えと一緒なんですよねでどデノミあのデ。デノミネーションと一緒でですね、えー、通貨の故障の変更、または通貨単位を変更することと、デノミですね。 はい、で通貨単位を変更すると、だから発行枚数が多すぎちゃったのでね、うん、それで発行枚数を減らして、ですねノアコインの発行枚数を減らして、えー、通貨価値を上げるということですね。で、はい、だ出のミと一緒ですよ、あの法定通貨の出のみとね、うん、通貨単位が大きくなりすぎたり、計算、基調、支払いなど、不安に性なるのを避けるため、100分の1や1000分の1に切り下げること、まあ、切り上げ、切り下げ、切り上げと。 いうことですので、まずね、1つ目に言えることはですね、これ、めんどくさいんだよね。で、ヨービットとかね、ヒット BTC など取引所にですね、ノアコインがある場合には、まあ、そのまま送金できるんですが、マイサイオーレットとかね、えー、USB トークン、ハードウェアトークンなどに、えー、ノアコイン入れてる場合には、イーサリアムガスが必要なんだよね。 ガスを注入しないと送金できないんでね。だから、そこら辺で多分、まあ、また今度でいいやとできないからって言って,言ってるうちに、えー、8月31日過ぎちゃってと、で、残りなくなっちゃったっていう人が、まあ、半分以上出てくるんじゃないですかね。そうすると、ものすごいまあ価格が半分以上、まあ、2倍以上、まあ、2倍以上とか今0.06円ですから、 そうだね、10倍から、は、まあ、基本的に100倍ぐらいになるんじゃないかなと思ってます。このデノミゼーションでね、ノアコインのデノミでね。えー、で、6月12日から、6月12日から8月31日までに入金してくださいと。で、今はもう6月18日ですから、まあ早めにね、早め早めにやらないと、 まあ、結構ね、ギリギリでやってもね、あトラブっちゃってね、えー、なんか、マイサーボレットのパスワード忘れちゃったとかね、いろいろありますからね、早めに早めにやると、もう今月中にやった方がいいと思いますよ。うん。<laughs> で、この取引所の講座解説もありますから、で、これ、日本語変なのでね、日本語が変なので、例えばここほら、なんか中国語みたいに出てきちゃったでしょ、これ。 だから、これをね、一回、イングリッシュに変えてですね、そして、えー、Google の日本語翻訳ですね。こっちの方がいいよね。さあ、ほら、パスワードって日本語出てくるから、えー、最初6個の記号と、少なくとも1つの大文字、少なくとも1つの、えー、まあ、数字なのかな、これ。うん。まあ、大文字、小文字、数字で、ね、パスワード作ってくださいと。6桁以上でね。 そんな感じでもう一回パスワード入れてくださいと。それで、えー、講座開説と。いうことなので、ここは日本語にすると変な日本語なので、えー、イングリッシュにしてですね、イングリッシュのままでもわかりやすいよね。で、英語苦手な人は Google 翻訳でやってください。で、これは Google 翻訳するためには、ここの Google Chrome で開かないとダメですからね。 はあ、b t c ネクストですね。でですね、あの、もしね、ノアコインの送金が分かんないと、b t c ネクストの講座解説もよく分かんなければ、えー、b t c ネクストにね送金する方法も全く分かんないと、何もかもよく分かんないっていう人は、えー、私の方でね、個人コンサルティングやります。それで、えー、っとまあ、はい、個人コンサルティングやります。それで、 松戸駅に来てくれたらね、や,やりますし、もし、いや、松戸なんか、千葉県松戸市なんか行けないよっていう方はですね、えぇ、ー、韓国語ですね、これ。あ,あいや、いろんな、いろんな言語があるんですね。で、えー、っと、行けない場合には、私の方でね、交通費いただければ、日本全国津々、うら,うら すべ、えー、ての市区町村、漁村の方に行きますんでね、どうぞお問い合わせください。えー、メールとか LINE とかね。えー、それで、えー、この動画のね、動画解説欄のもっと見るっていうところを見ていただきますと、えー、メールアドレス書いてありますし、電話番号090-1218-1504です。電話番号、電話してください。または LINE を押してくださいと。 そうすればね、あの行きます。で、まあ、宿泊となる場合には、宿泊、ホテル代ももらえますし、あのコンサルティング費用、ニット1万円もをもらうことになりますね。で、今までですね、あの私の個人コンサルを1回でも受け,て受けたことがある人はですね、松戸駅に来てくれれば、一応、ノアコインの今回の、えー、ことにつきましては、無料でね、 えー、コンサルティングやりますんで、松崎に来てくれればね、えー、言ってください。まあ、メンテナンスって感じですかね。自己メンテナンスって感じですね。それでは、えー、今日もですね、張り切って、ドル円 FX ですね、仮想通貨の投資、頑張っていきたいと思います。はい。まあ、あのー、仮想通貨すごい上がってるんでね、あのー、 仮想通貨がすごい上がってるから、まあ、FX、仮想通貨まあ、ビットイン FX とかやらない方がいいですけれども、まあ、現物買いで売りとかやっててね、でまあ、やっぱり数百、まあ、1000万ぐらい儲かるんじゃないですか、これね。1000万、2000万は普通に現物で買って儲かっていくと思いますよ。あと、ドル FX の方はですね、あの、来年の年末に、えー、2億5000万円に到達すると。中野研究会の人、人全員ね。 その、えー、ケース計画で今もう進んでますから、えー、慌てることはないかなと思います。ビットコインすごいね。これ101万3000になっちゃったね。すごいっすね。はい。それでは今日もこれで終わ,、えー、終わりにさせていただきます。んで、この後ね、ノアコインの、えー、この BTC、えー、ネクストのね、講座解説と、えー、私ヨービットにね、少しだけノアコイン入れてます。 まあ他はまあ違うところに巨大なノアコイン入ってるんですけど、それはちょっとえ誰にも教えてませんが、ヨービットの方に少しノアコイン入ってるんで、それを BTCNEXT に送金する方法についてえ動画を作っていきます。はい。ではね、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。失礼いたします。